皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日はこちらですね、新作フレーバーになります、ノモカカフェモカ風味ですね。こちらのね、レビューをやっていきたいと思います。ビーレジェンドね、商品ではいろんなねフレーバー展開してますけど、コーヒー系で言ったらキャラメルコーヒーなんかはありましたが、今回 WBC ラインで新たなねコーヒー系のラインナップですよね。カフェモカ風味、一体ねどんなフレーバーになってるんでしょうか。早速飲もうか、カフェモカ。でこちらのねビーレジェンドプロテイン1キロパックのねプロテインご購入いただきますと、まあ、こちらのね赤い袋に入った、大スプーンが付属されてきます。こちらのね大スプーンをパウダーすり切っていただくことで、だいたいね 30g 計量できるように設計されております。パウダーを溶かして飲んでいただくことで、タンパク質がねだいたい 20g 取れる設計になっておりますので、こちらのね大スプーンご活用ください。でこちらのねプロテイン 150ml から300ml の水や牛乳などで溶かしてお飲みくださいって書いております。味がね濃いのが好きな方は、まあ、水の量を減らしてあげて、で味が薄いのがね好みだっていう方は水の量をちょっとだけ増やしてあげてください。まあ、その辺ねご自身の好みに合わせて調整していただければ、味のね濃さ調整できますんで、ぜひそちらでお試しください。それでは早速パウダー入れていきましょう。じゃん、おお、すっげえコーヒーの匂いする。今ちょっと鼻を突き抜けるぐらいのコーヒーの匂いを感じましたね。でパウダーはこんな感じですね。色味あれですね、激うまチョコと似てるねお色ですよね。中にねちょっと黒いつぶつぶみたいなのが入ってます。まあ、これねコーヒーパウダーになりますんで、心配なくそのままお飲みください。本当にねコーヒーの突き抜ける香りがあるんですけど、ほのかにねチョコレートのね感じも感じますね。カフェモカの上にかかってるあのソース、このねチョコソースみたいなのもね再現されてるんじゃないかと思います。非常に美味しそうな香りがしますね。それではちょっといただいていきたいと思います。はい、すり切って一杯入れていきます。でこちらねシェーカー1回ね反対方向に回していただきます。するとこういう感じでカチッってなりますんで、その状態でしっかりと締めてあげましょう。しっかり綺麗に溶けましてね、泡立ちもねダマもねほとんどないですね。それではね早速いただいていきたいと思います。あ、コーヒーの香りと、チョコレートシロップの香りで、ほのかにちょっとミルクのね感じをね感じれますね。香りはね本当にうまくねカフェモカを再現できているのではないかと思います。早速ねいただいていきます。いただきます。うまい。美味しいですね。見事にコーヒーとほのかにその上に乗っているチョコレートシロップの感じをね再現できているのではないかと思います。これは、ね、でも本当に美味しいですね。水でこんだけねちょっと濃厚な感じをしっかり感じれるんであれば、これはちょっとあれですね、牛乳とかで割ってしまうと本当にかなり美味しくなってしまうのではないかと予想しております。牛乳で飲みたいな。某コーヒーショップのあのカフェモカにね引けを取らないうまさになってるんではないかと思います。ぜひね全国のカフェモカ好きの皆さん一度お試しいただければと思います。でこちらのねノモカカフェモカ風味のね味をね星5段階で評価していきたいと思います。甘みに関しましては星4とさせていただきます。カフェモカのねコーヒーの感じであったり、その上に乗っているねチョコレートシロップ、うまくね再現できてたのではないかと思います。酸味、すっきりに関しましてはほとんどね感じることがなかったので星0とさせていただきます。クリーミーに関しまして星3となります。カフェモカに入っている、まあ、スキムミルクのようなねミルキー感もね感じることができました。星3となります。甘みが4、酸味、すっきりが星0、クリーミーが星3となります。ぜひね商品購入の際検討の材料にしていただければと思います。こちらのね栄養成分表示ですね、1食 29g あたりエネルギーが 112.4kcal、 タンパク質が 20.4g、 脂質が 1.2g、 炭水化物が 4.8g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C 41.1mg、 ビタミン B6 が 1.1mg となります。こちらのね、ノモカカフェモカ風味ですけれども、数量限定でのね、販売となります。在庫がね、なくなればそこでもうね、販売終了となりますんでね、ぜひ気になる方、お早めにね、試していただければと思います。こちらのね、動画のね、概要欄の方に、商品ページに飛ぶ URL、
貼り付けておきます。そちらの方からね、商品ページに飛んで商品についてチェックしてみていただければと思います。それではね、またね、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。